ショコラティエはサディスティックは原作花形霊漫画松本救助による日本の漫画作品漫画娯楽スペシャルにて2019年8月25日号から同志が休館となる2020年8月25日号まで連載されたラブコメのスタイルで展開されるストーリーにチョコレートに関する多くのうんちくが盛り込まれている橋本彩音は付き合っていた彼氏に 身股をかけられ、飲み屋で上司から散々に説教され、人生に絶望していた。焼け酒に酔いつぶれ行きの中、路上で行倒れる。アヤオンが目を覚ますと、見知らぬ場所で椅子に縛られていた。そこは甘い香りの漂う、チョコレート専門店、ショコラティエブルームであった。オーナーで、ドエスの天才イケメンショコラティエの今泉竜よから、厳しい言葉の無知を浴びせられながらも、 彼の作る国情のチョコレートに心を癒される、アヤオン。今泉はきつい言葉と甘いチョコレートで食べた人の人生を変える、凄腕のショコラティエであった。世界中のショコラティエに宣戦線をすると、リュウヨは東京で開催される世界最大規模のチョコレートの祭典、ルロンデューショコラに出展。世界的な大手チョコレート店、バルチュス、グーデュマレは、 日本人に優勝させるわけにはいかないと決託し、貴重なクリオロダネのホワイトカカオを使用。ウヨの作ったチョコレートケーキデビルズフードケーキは、一般審査員からは満点の評価を得るものの、招待された審査員は、プロ意識から味だけでなく、希少性、クリオロ種ホワイトカカオの使用に得点を置いたため、ウヨは3位に終わる。ありがとうございます。